久保さん、今回あの令和の例にしましょうかねあの億万長者合宿やった際あの月って平成の最後だったと思うんですけど平成から令和に変わるこの記念すべき平成最後に億万長者合宿やったと思うんですねであの億万長者合宿終わって、えー、月またいで令和になったような気がするんですけど早いですね 僕たち久保さんも昭和生まれだと思うんですけど昭和平成令和とね時代は変わりますね時代は変わるんだけれども自分変わってないみたいなねい <laughs> まだにノウハウコレクターですみたいなねいまだに見る側ですみたいなねいまだにメルマガを書く側じゃなくて読む側です登録する側ですみたいなねあのー まあ時間なくなりますので時代も変わりますしやっぱ自分の時代をこうまあ多分久保さんもそうだと思うんですけど僕も時代を自分の人生の時代ですね世の中の時代ではなく自分の人生の時代を振り返った時にやっぱりそのいろんなことをやっといてよかったなっていうことがなかったら多分振り返った時に 多分何も残んない、残りづらいんじゃないかなと思いますね。久保さんと僕は多分やってきたと思うんで、久保さんが例えば、あのネットビジネスね、あの時なんかネオヒルズって見てね、飛び込まなかったら、多分振り返られなかったと思うんですね。いまだに、多分いまだにですよ。いまだにマージャン店で、多分やりながら、従業員に頭を抱えて、なんで俺は従業員のために給料、あのこんなに頑張んないといけないんだっていうね。 まあ多分今の結婚もないですし、大和くんもいないだろうし、うん、多分従業員の給料を払うために、多分生きていってて、で、その鬱憤を払うためにキャバクラまた行ってみたいな、<laughs> 今もしてたかもしれないですね、もしかしたら。だからやっぱね、挑戦した方がいいと思いますけどね、挑戦。うーん 挑戦しましょう。挑戦しないと、あの、多分振り返った時にね、なんか、寂しいと思いますよ。何もないんで、挑戦してない。挑戦しない人生って、多分ね、うーん、振り返った時に寂しいかなと思いますね。まあ、挑戦してうまくいかないこともあるだろうけども、多分振り返った時に、まあ、やったな、みたいな。もちろん、ビジネスをやるんだったら、やっぱ結果出さないといけないですけども、でも、結果っていうのはやってみないと分かんないんで、うん。 何もね挑戦もせずただただ妄想してるただううひ歪んでるずっと指をくわえてねたんでるひんでるそんな人生でいいでしょうかっていうあそこに行きたいと思ったら行けばいいじゃないですかあんな生活したいなと思ったらあんな生活できるように頑張ってみればいいじゃないですかっていう話ですねはいいってらっしゃい